どうもご紹介ありがとうございます。私はここの遺伝研の人類遺伝というところにおります、井上逸郎と申します。本日はよろしくお願いします。今日は本当にあいにくのちょっと天気で、かつソメイヨシノがあんまり咲いてなくて本当に申し訳ないんですが、もし遠くから来られた方がいらっしゃったら、三嶋大社に行かれると今しだれ桜が満開になってますので、ぜひそちらに行かれてください。今日の私の話は、遺伝の話です。皆さん遺伝に対してどういう考えというか印象を持ってるか、様々だと思います。で、実際遺伝ということはもう様々です。で、今日は今ちょっと最先端の話って話も出ましたけど、あまり僕は最先端の話は全くしないので申し訳ないですけど、かなりありふれた話をしたいと思います。人はみんな違うんですね。ここにいらっしゃる方みんな顔が違います。実はDNA も違うんですね。で、その違いがどこにあるかというとですね、やっぱり DNA にあるんです。それは人と人はですね、最大 0.12% の違いがあります。遺伝子の違いですね。実際それが最大ですから、もっと小さいんですね。で、このような差になるということですね。で、じゃあもっと違うとどうなるか。じゃあこの10倍ですね、 1%、1.2% 異なるとどうなるかということになりますと、今度はチンパンジーになります。こういう違いにいろんな情報が潜んでます。で、我々ヒトゲノムというのがですね、要するに染色体すべての遺伝子配列と思ってください。遺伝子というのは塩基配列ですね。我々も簡単に GATC の配列とか言いますけど、これがですね、トータルで人の染色体では60億塩基あります。これ6ギガベースになります。この配列を決定しようというのがヒトゲノム計画です。で、広辞苑に直しますとですね、要するに GATC の一文字ずつを一文字に変えてしまうと500冊分ぐらいになります。実際に広辞苑、もちろん皆さん読まれた方なんて誰もいないと思いますけど、それを500冊もあると、とんでもない量だというのは感覚的に分かると思います。じゃあ DNA どんなものかというと、要するにこの文字の配列なんですね。何のことか全く分かりません、これを見ても。ただこの中にちょっと意味のあるものがあるんですね。それを我々は遺伝子においてはエクソンと言います。エクソンに意味があるんですね。例えばここに脂肪を貯めるとか、ここは血圧を上げるとか、食欲を上げるとか、こういう意味のあるところを調べていくと。ところがこういうところも今では意味がないわけではないことは分かってます。ですからこの全てを今調べてるんですね。で、遺伝子変異というのはどういうものかというと、ちょっとした差が出るんです。でもちょっとした差がですね、今度はここが希望を貯めるというのになったんですね。希望を貯めるって何のことか分かるようで分からないですよね。違いが出てくるんです。それが病気になることもあります。いろんなことが起こります。で、今日の話は、最初の話はこのアンジェリーナ・ジョリーさんの話です。これ2013年のタイムの表紙に出た話で、この話ご存知の方はいらっしゃると思います。ニュースで大きく取り上げられました。アンジェリーナ・ジョリーはですね、お母さん、おばあさん、おばさんが乳がんで死亡しています。そして家族性乳がん原因遺伝子変異を、実際彼女も有してたんですね、持ってました。当たり前ですけど、お母さんと全く同じ遺伝子変異を持ってます。そうしますと 87% の確率で彼女は将来乳がんになるということが言われたんですね。なかなか大変ですよね。もう分かってるわけです、彼女は乳がんになることが。で、彼女は何をやったか。彼女の決断ってすごいですね。1月に検査があって、3月にはもう乳房を摘出してます。ものすごい決断の早い人ですよね。で、乳房摘出と再建術を受けております。今では再建がかなりうまくいくようになっております。そしてですね、このもう一つ厄介のことは、この乳がん の原因遺伝子というのはですね、卵巣がんの原因にもなるんです。将来彼女は卵巣がんになるかもということをもやっぱり恐れてですね、2年前ですね、確か卵巣の摘出手術も受けてます。
乳房の摘出が大したことないというつもりは全くないですけど、卵巣はですねやっぱりホルモンの分泌と関係するので、女性にとってはホルモンのバランスまで崩してしまうので、これはまた大変なことだと思います。で、要するにこの BRCA1、あと2という遺伝子もあるんですけど、2つ大きな遺伝子があります。これも変異を持っているとですね、乳がんのリスクが非常に高いんです。これは乳がん、一般的な乳がんのリスクが書いてあります。これが遺伝子変異を持った時の乳がんのリスクですね。もう30代ぐらいからリスクが上がってくるということですね。やっぱり若いうちから乳がんになる可能性が高くなるということです。で、この遺伝子やっぱりちょっと厄介でですね、先ほど申しましたように女性において乳がんになると、そしてその乳がんもですね、両側性に起こることが結構あるんです。そして卵巣がんのリスクでもあるということで、で、女性のみじゃないんですね。男性でも乳がんになる可能性があります。そして男性においては前立腺がんのリスクになっております。特にこれ BRCA2 という遺伝子の方なんですけど、そして男女ともに膵がん、膵臓がんのリスクにもなっております。ですのでやっぱりこういう遺伝子を持っているとどうもまずいということになりますね。で、その遺伝子検査があるわけです。で、これはですね、ミリアドというアメリカの会社がですね、実は独占してました。特許による独占。そしてですね、この特許の無効という判決がアメリカの最高裁で出たんですね。ですからもうどの会社もその検査ができるようになっています。ただ日本ではですね、去年の12月までこの特許は有効でした。だから日本では誰も参画してません。どこも参画せず、いまだにミリアドのシステム、特許の下で検査してます。で、やり方ですけど、ここでですね、次世代シークエンサーというのを今使えるようになりました。これはまず言葉だけですね、次世代シークエンサーというのが次世代というからすごい新しいシークエンサーというイメージそのものでいいと思います。新たな方法です。で、私どもも遺伝研でですね、この次世代シークエンサーを用いた乳がん遺伝子ですね、 BRCA1-2 の迅速で低価格、そして正確な変異検出というのを目指しています。でですね、この今の問題は乳がんの遺伝子の検査はですね、20万から30万するんです。全て患者負担です。こういう高いものは保険で適用になりません。で、我々は目指しているのは今2万円、実は実費はもうすごい安いんです。で、実費安いんで、実際のところ2万円程度でできるんじゃないかと。2万円程度でできるとですね、いいことは保険でカバーできるんです。保険収載されるんです。可能性が高いんですね。そうしますといろんな方のために役に立つと思って、こういうことをやっております。実際この話題はですね、もうほとんどの全国の地方紙から全国紙も含めて地方紙で取り上げていただきました。我々が特許申請したという話なんですね。だから将来的に2万円程度で提供できると。保険でやるともっと安いわけですので、かなり多くの方が検査受けることができるんじゃないかと思っています。要するにちょっと心配な方はみんな受けることができるということですよね。で、その次世代シークエンサーというのはどういうものかということです。で、昔のシークエンサーですね、このシークエンサーというのは DNA の配列ですね。先ほどから GATC という、これは塩基と言いますけど、塩基配列を決定する機械です。で、昔の機械はですね、昔といってもかなりこれは優秀な機械なんですけど、1回我々は流すっていうんですね。昔は何でかっていうと、ゲルとかがあって、ゲルをこう流してたんですね。流して DNA 配列を決定してたんですね。で、これはキャピラリーの流します。ですから流すという言い方をするんですけど、1回流すと67キロベースの配列が出てきます。何のことかわからないと思いますけど、広辞苑に直すと17ページ分の配列がこのシークエンサーから出てきます。で、一方、次世代シークエンサーという新しいシークエンサーですね。もう全然時代が変わったんですけど、この機械を用いるとですね、これはですから流すとかそういう本当は違うんですけど、全然違うメカニズムです。データ量は1テラ塩基、これ
1テラって言うとまた絶対わからないですけど、今度はまた広辞苑に直しますと、広辞苑約8万冊分です。まあ、先ほど17ページって言った話が、もう今じゃもう8万冊のデータが出てくるという、もう全然時代が変わりますよね。もう実際こう変わってるんです。今そういう時代に入ってるということです。で、一人の、まあ、全ゲノム配列を決定するのに、今いくらぐらいかかるか、もちろんこれは一番最低の価格ですけど、もう1000ドル、要するに10万円程度ですね。一人の全ゲノムを決定するのに10万円程度で今できるようになりました。これはですね、先ほど人ゲノム計画という話を最初にちょっとしましたけど、人ゲノム計画では3000億円使ってます。それは一人分のゲノムを決めるのに3000億円使ったわけですね。今では一人を決めるのに10万円ということです。もう全然時代が変わったということですね。で、これは遺伝研にある先端ゲノミクセンターのシークエンスです。これ一番最新の機械が6台あります。別個ならまたこれも最新の機械があります。まあ、こういう機械を使って遺伝研ではいろんな生物種のゲノム解析や、まあ、人の配列を決定しております。じゃあこういう配列決定するのは分かったけど、本当に患者さんのために何かいいことあるのってことですよね。で、一人の子供さんがいて、フォーブスとか取り上げられてるんですけど、ゲノム解析で最初に救われた命、まあ、有名な話があります。この子はニコラス君っていうんですけど、ニコラス君は生後5ヶ月で、まあ、腸の症状で入院したんですね。で腸に炎症があるということで、なかなかそれが治らないんです。で、治らないのもですけど、ちょっとこういう写真あんまり皆さんあんまり適切じゃないかもしれないですけど、お腹の皮膚と腸がですね、くっついちゃうんですね。で、どうもまずいことが起こって、で彼はですね、800日入院してるんですけど、もう160回手術してます。この老高と言いますけど、これを治さなきゃいけなかったんですね。160回手術ですよ。まあ、そうやってる。で、全然もうお手上げ、治らないんですよ。それでも医者もどうしようもなくて、ゲノム解析を行ったんですね。ゲノムを調べてみたと。彼のゲノムを調べて何か異常があるんじゃないかということですね。たらあったんですね。X 染色体にある異常がありました。で、医者はすぐひらめいたんですね。あ、そうすると骨髄移植をやればこの子は治ると。まあ、実際に再帯血移植をやったんですけど、再帯血移植でこの子はもう元気になりました。今ではもう普通の食事をとるような、もう全然問題なく過ごしてます。ですので、まあ、それまで全然異常が分からなかったんですけど、もうそういう原因が分かった時にもう治療までいけたということで、実はこれはウィスコンシン のミルウォーキーの新聞社が取り上げてピューリツァー賞を得ております。で、最近ちょっと話題になっている話がリキッドバイオプシーとか何か言います。これはですね、血清中にいろんな DNA が実は浮いてるんです。まあ、血液で皆さんいろんな検査しますよね。それと全く同じです。それを調べることでいろんなことが分かるというのがリキッドバイオプシーと言われています。要するに血清なんで液体なんでリキッドって言ってるんですね。で、血清中に存在する微量な有利 DNA 断片の配列決定が可能となっているということですね。例えばウイルス感染というのは血中にウイルスがいるわけですから、そのウイルスはすぐ検出できます。細菌感染でも一部はやっぱり血中にいるんで、それも検出できます。例えば常在菌ができるか今ちょっと分からないですけど、常在菌というのは腸内細菌とか皮膚とかにいるんですけど、その断片が、まあ、血中に回ってたら健康のバロメーターになるかもしれないです。で、がんはですね、がん今一番注目されているのががんなんですね。がんになりますと、いろんな壊れた DNA が実は血中回ってるんです。その血中の DNA を検出することでがんの診断ができるということですね。で、まあ、あと、まあ、移植の場合ですね、移植の場合拒絶というのが起こるんですね。それが一番問題なんですけど、拒絶がひどくなってからはもうどうしようもないんで、拒絶もかなり最初の段階が要するにドナー側の DNA が回ってるんですよ。それを調べると。で、最近もう一つ話題になっているのは妊娠してですね、DNA を胎児の DNA を調べる検査というのがあります。
まあ、これでダウン症とか今調べられるケースが多いんですけど、こういうことも今もうこれも実際やられてますね。で今ですね、血清中のこの有料 DNA でを使ってがん診断というのが非常に今話題になってます。まあ、これ今日はもうそれだけ話をしますけど、まあ、将来的に本当に血液でがんの診断ができる時代がもうすぐやってくると思います。もちろんそのためにはさらにハイスループットなシークエンサーの開発とかまだ解決すべき点はいくつもありますけど、まあ、将来的にはそういうことが可能になると。で、まあ、ちょっとこの神戸の新聞でこんなのがありました。がん診断、血液一滴で3分でがんの診断ができるという話ですね。これヤフーニュースから取ってきたんですけど、まあ、論文も出ています。その血液の一滴でもがんがあるとこういう光ってくるというんですね。まあ、なんかかなり眉唾の話なんですけどね。眉唾なんですが、まあまあ、それなりに彼らも考えていて、まあ、実はここにいる逸郎井上というのはまあ私なんで一応は関与してると思ってください。眉唾って僕も思いながらなんでこうなるのかなと本当に出てくるんです。例えばこの良性、これ上が良性疾患ですね。食道アカラシア、これがんじゃないです。このいろんながんじゃないものが上にあるんですけど、その血液を取ってくると何も光らないのに胃がんとか大腸がん、膵がん取ってくると光るんですね。まあ、これがどこまでいけるかわからないですけど、まあ、こういうことが本当に実用化できたらもうだいぶ時代が変わってくるんじゃないかな。診断が楽になりますね。まあ、これだけで診断するわけじゃないですけど、もう血液でまずいろんなことが分かればその後きちんとまあ画像診断すればいいという時代がもうすぐやってくるということですね。で皆さん近視っていうのはどうでしょうか。近視絶対に家族性ありますよね。もうこの中でも近視の方がどれだけいるかもうたくさんいるのは分かってますし、子供さんとかいろんな親戚が近視だなはずです。で日本人の 30% か 40% があんまり罹患してます。罹患っていう、まあ、病気として言えば一番頻度の高い病気ですね。で、まあ、ご存知だと思いますけど、近視っていうのはこの画像が手前で結ばれちゃうわけですね。で本来はこの網膜のところで結ばれると、それがちょっと遠くで結ばれるとこれを遠視って言いますよね。まあ、ちょっとここではまあちょっと年配な方が多いんで、もしお孫さんが勉強嫌いだったら遠視を疑ってみてください。遠視の子は勉強できないです。近くを見ることができないですね。ですから子どもの勉強嫌いの結構な原因が遠視であることが多いらしいです。まあ、あんまり子供を責めないでひょっとしたらいいんじゃないかなとまあそうでもないケースが実際多いと思いますけど、まあ近視はこういう手前で像を結んでるわけですね。でもう頻度非常に高いんですね。ただあと家族性あります。で家族性があるということは原因遺伝子が存在するということなんですね。と僕らは考えます、一般的には。でただですね、まあ、ここの遺伝研というのは人の進化とか、まあ、生物の進化を研究する研究所でもあるんですけど、近視っていうのはどう考えても進化的に説明つかないんですね。例えば石器時代に狩りに行って、男が狩りに行って近視だとまず獲物を捕らえることができないし、帰ってくることができないですよね、近視だときっと。で女性でも、まあ、木の実とか疲労にしても、まあ、蛇とかに襲われちゃう可能性ありますよね。で近視はどうしてもなかなか生存できないってことはその遺伝子は残らないという考えなんですけど、まあそういうことですね。で、まあ、近視は調べるのは簡単ですから、もう今はもうすごい数検体数で調べられています。で結論としては全くゼロじゃないんですけど、一般的な近視を説明する遺伝子は存在しません。これ遺伝子ないんですね、ほとんどありません。ですから遺伝子ではないんですね。遺伝してます、遺伝してるけど遺伝子ではないということですね。生活習慣とか、まあ、一般的には小さい時から勉強するとかそういうことだと言われてますし、外で遊ぶことが少なかったというそういう論文もあります。だから外に行って遊べば近視は治るというそういう論文もあるんですね。まあ、それは分からないですけど、遺伝子はないんです。遺伝してるもんじゃないんですね。生活習慣が基本的に遺伝してるんです。
やっぱり勉強してる家庭の子供は勉強してますからそれが遺伝してると思ってください。でもう一つ目の話です。じゃあ人の進化の、 産物として目の構造、まあ、やっぱり皆さんやっぱり人っていうのはもうほぼ完璧にできてるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかそうでもないんですよね。でこれ見てください。水晶体があって、こう網膜があって、網膜の後ろに血管と神経があると。で、まあ、神経が像を脳の方に運ぶわけですね。でそこの網膜を血管が栄養していると。まあ、これで問題ないじゃないかですよね。でこっちの目、こっちの目はですね、網膜が手前にあるんですよ。こっちから見て手前に、あ、すみません、血管、網膜後ろにあるんです。すみません、これは網膜が後ろにあってですね、神経と血管が網膜の手前にあるんですね。これおかしいじゃないですか。こんなんだったらすぐ目が傷つきますよね。で人の目はどうかというと、人の目はこうなんですね。イカの目はこっちです。イカは僕らが考える理想的な目をしてます。人の目は非常に傷つきやすいし、そもそもここにですね、血管と神経が通ってるもんですから、見えないところが絶対生じるんですね。それを盲点と言います。まあ、盲点ってご存知ですよね、言葉としては。実は見えないところがあるんですよ。それは何でかというと、この網膜がの手前で血管と神経があって、そこを邪魔してるんですね。だから絶対そこ見えないんです。それを網膜、盲点と言います。そもそも傷つきやすいですね。なんでこういうふうになってるかというと、別に進化の過程でこうなったというだけなんですね。これいろんなものを、進化はゼロから始まらないですから、人だって哺乳類ですから、哺乳類はこうなってる。まあこれブリコラージュとかいうこともありますけど。で、今日はちょっと遺伝子検査と人生のことをちょっと考えて、まあ、人生というほど大掛かりなもんじゃないですけど、まあ、人は大体こう愛し合って、まあ、いろんなパターンがあると思いますけど、結婚して、まあ、妊娠して子供ができて子供が育っていくと、まあ、ですね。で今日は説明しませんけど、そもそもですね、相性診断というのを遺伝子でやる検査があります。これは、まあ、あなたとあなた相性いいですよ悪いですよということを遺伝子で調べるんですね。どこまで本当かなと思うんですけど、まあ、そういう検査はあります。これは、実際に HLA という免疫に関係する遺伝子を調べるんですけど、その遺伝子がだいぶ違うと相性がいい、近いと相性が悪いということなんですね。まあ、これも説明ちょっと省きます。でこちらの方から説明します。最近ですね、才能遺伝子検査ってあるんですね。これちょっと困ったもんでですね、お母さんたちが、まあ、幼稚園の子供がいて、幼稚園の子供は将来どうなるかやっぱり不安ですよね。心配、皆さん心配ですよね。でそういう子供にですね、遺伝子検査すればその子供の才能が分かるとかいう検査があるんですね、実際に。で、最初にやっぱりおかしい、嘘だろうって思うんですけど、やっぱりそのお母さんたちにとってはどうかっていうのは難しいところですよね。で調べるのはこういう遺伝子、例えば一つの遺伝子を調べて、これは記憶力がいいとか、まあ、そういうことを調べております。まあ実際こういうのはもう全くの当てにならないっていうのは、まあ先に言っときます。でまあこういうのはやっぱりやめるべきだっていう考えはやっぱあるんですね。インチキな商売といえば商売だと思います。で遺伝子検査ビジネスの今もう世の中であります。それに対してどう対応するかというのがやっぱり、話題にはなっているんですね。でちょっと今読めるかどうか分からないですけど、もういいな。これは北里大学の高田先生という方がコメントしてるんですけど、やっぱり法的な整備とか国が関与してきちんと管理すべきじゃないかという非常に真面目なことをおっしゃっています。まあ、そうかもしれないですけどね。ちょっと僕はちょっとアナーキーなんで、ここでは国立遺伝学研究所の井上教授のコメントがここにあるんですけど、非常にいい加減で、どうせ占いみたいなもんだからどうでもいいじゃんと言っております。まあ、そんなもんなんですよね。占い程度で、占いを禁止するわけには向こうはいかないと思うんですよね。占いだということが大事なんですよ。それで決まるというのは大きな間違い。だから占いと言っておけばいいと思うんですね。
じゃあ遺伝子で実際どのくらいそのいろんな人のですね表現型が変わるかということを考えます。身長ですね、身長は 80% 程度が遺伝子で決まってます。実はですから身長はかなり遺伝子が関与してます。ただ多くの遺伝子なんで一つの遺伝子ではないんで、ちょっと若干複雑なところはありますけど、これは遺伝子が関与してます。もちろん男女の差は当然ありますよね。肥満、遺伝の関与はあります。ただし、まあ、生活習慣の方が大きいですね、やっぱり。で飲酒、まあ、これ飲酒って飲めるか飲めないかということです。これ遺伝子がかなり決まってます。もちろんこの中にも全く酒飲めないっていう方はたくさんいらっしゃると思います。それはもう遺伝子の問題です。でタバコはですね、まあタバコ吸うことに吸い始めることに関しては別に問題ないんですけど、やめることができない方がいます。これはですね、ニコチン依存性に遺伝子が関与してるんですね。だからやめることできないんですよ、ニコチン依存なんで。そういう方はかなり遺伝子の影響を受けてます。 IQ というのはまあよくやっぱり皆さん気になるんですよね、 IQ が遺伝子で決まってるかどうかって。これはですね、 IQ そのものが何のこちら分かんないわけですよ。実はいろんなものを統合されてますので、ですので IQ に関係する遺伝子は見つかってません。全く見つかってません。まあ、IQ に関してはいろんな、まあ、人種差別の問題もあったんですけど、まあ、真面目な研究でも遺伝子は見つかっておりません。じゃあ問題はですね、皆さん一人一人の遺伝子を調べて何が分かるかということなんですよ。この上のこれはですね、統計的にこうだという話を基本的にしてます。で一人一人分かって例えば身長が高いか低いか分かるか、これはおそらく分かると思います。酒が飲めるか飲めないか、これも分かります。 IQ が高いか低いか、これは全く分かりません。肥満かどうか、全く分かりません。喫煙、これも実はある程度あるんですけど、これも不可能です。分かりません。ですから遺伝子で分かることは個人にとってはそんな たくさんはないと思ってください。で先ほどもちょっと才能の話と関連してですけど、このゲノム情報をスポーツで応用というのは非常に今やられてるんですね。実はスポーツ医学にっていうのは遺伝子を調べることが結構あってですね、まあ、これ実際にこのエリートアスリートでの遺伝子というのを調べられててですね、ある遺伝子 ACTN っていうこの遺伝子がですね、やっぱりパフォーマンスと関係するという論文があります。これは基本的にスピード系か、まあ、パワー系です。簡単に言うとこの、まあ、染色体に2本あってですね、これが XX というタイプだとこのスプリント系ですね、短距離系になります。で RR という型になるとパワー系になります。ただしですね、まあ、それは確かにそうなんですけど、この頻度が非常に高いんで 25% がこれを持ってます。で 25% がこれを持ってます。この中の頻度にだから4分の1がオリンピックの 100m 競争に出れるという話ですよ。まあ、そんなわけはあるわけなくて、そんなにはこの情報が意味あるかということですよね。でやっぱり遺伝子でいろんなことが決まらないということをちょっと示したいので、日本のプロ野球の選手の生年月日調べてみました。日本のやっぱり一応、まあ、運動選手の、まあ、一番有名な人たちが野球ですよね、日本では。で調べてみました。まあ、ちょっと4月から3月までちょっと分かりにくいんで、ちょっとまとめて4月から7月とか、まあ、3期に分けてみました。これ一般人はこの赤に示してますと、まあ、一般人はいつ生まれてるか全く一緒ですよね。プロ野球選手、4月から7月が圧倒的に多いんですね。12月から3月は少ないです。じゃあもう簡単ですよね。もしプロ野球選手にしようと思ったら4月から7月に生めばいいわけですよ。でまあ、私は鹿児島出身なんですけど、まあ、地元の出身の、まあ、福留選手は4月26日までですね。もう一人鹿児島出身だってなんか騒いでる最近の川崎選手ですね、6月3日までです。でプロ野球選手のこういう活躍してる人本当に4月から7月が多いですよ。じゃあこういう話をですね、実は幼稚園でするんです。僕ね、幼稚園のお母さんたちにするんです。でお母さんから教えてもらったことがあってですね、こんなことがあるんですよと言われて、このサムライブルーは逆転現象がなぜか
早生まれが多いっていう、あれとかいう感じなんですね。でこれは何でかというと、あのサッカーはですね、あの J リーガーは先ほどの話とそんな変わらないです。やっぱり4月から7月が多いんです。実はサッカーはですね、代表の国の代表と年齢で区切られます。アンダーなんとかで それがどんどんいくわけですよね。そうすると1月から3月とかは有利なんです。で、あの、まあ、まあ私も鹿児島出身だとどうしても遠藤選手なんですけど、鹿児島少ないですからこの人しかいないんですけど、1月28日生まれ、あの静岡から来られた方、静岡県の方たくさん、もう静岡サッカーといえばもう静岡ですから、もういくらでもいるわけですけど、まあ、一応あのキングカズ2月26日で、あの一番近くの神波町の出身の、まあ、内田選手ですね。最近はちょっと出てないんですけど、彼が3月27日生まれということで、やっぱりそうなんですね。結構調べるとこれ当たってます。まあ、そういうことで、あの遺伝子よりも生まれた月の方が強いんじゃないかという感じですね。で次の話題は、あの、まあ、遺伝病のスクリーニングです。これは、まあ、あの結果だけ申しますけども、今あの遺伝病の検査はもうすごいできるようになりました。で生まれてすぐ検査して遺伝病が分かるわけですね。症状が出る前に分かります。これは、まあ、あの古いもう2012年の最初にやられたことで、あのこの時に600種類の遺伝病の検査ができると、もうこれはもう5年前の話ですよ。もう今はもう1000とか2000もいくらでもできます。で値段もおそらくずっと安くなってるということで、まあ、こういうことが今できるようになってます。まあ、これ も, あのもう検査室レベルでできるようになっていると思ってください。あの日本はちょっとかなり遅れてますけどね。あのそういう検査室レベルの、まあ、シークエンサー、これも次世代シークエンサーなんですけど、小さいシークエンサーなんですね。マイセクっていうのは、まあ、言葉から前自分のシークエンサーという感じですよね。でこういうシークエンサーが今あの検査室にあの整備されつつあります。で病院に行って、その検査室でこういうシークエンサーですぐ遺伝病の検査ができるということに今なりつつあります。じゃあ次の話題は、まあ、これはあの、まあ、出生前遺伝子診断ということで、非侵襲性ということで、これはあの血液を使って胎児がどうなっているかを調べる方法ですね。よくあのダウン症候群とかあの聞かれると思いますけど、まあ、ダウン症候群が悪いかどうか僕はあのそういうことではないんですけど、あのちょっとこれも問題はあるんですけど、まあ、ちょっとその話をここですると思うんですけど、あの今はですね、この血清を取って、まあ、これはまあごちゃごちゃしてどうせわからないでいいんですけど、全ての遺伝病染色体異常に対し非侵襲性出生前遺伝子診断が可能という時代になってます。あのダウン症候群だけじゃないです。いろんな病気が診断可能になっています。まあ、こういうことができるということですね。で次にですね、これはですね、着床前遺伝子診断ということです。あの着床、あのやっぱり不妊治療はあのやっぱり受精させるんですね。卵子と精子を受精、あの試験管で受精させて増やして、こう増やしてですね。であの受精した後、8分割、8個の細胞になった時点でですね、その1個をですね、遺伝子診断に用います。なぜか不思議なんですけど、8個のうち1個を取っても全然平気なんですね。正常に生まれます。その後、7個で正常に生まれます。で、昔は男女の産み分けに使われてました。あの、まあ、筋ジスの一番あの有名なデュシェヌ型筋ジストロフィー、これは男の子しかかからない筋ジスなんで、まあ、こういう時にあの産み分けて女の子だけを産ませるようにしようという、例えばそういうことがやられてました。まあ、ちょっとあの犯罪的ですけど、インドとか異常に男の子が多いらしいですけど、まあ、こういうことをやってるんだと思いますね。で遺伝病の遺伝子診断が今できるようになりました。というのも、1個の細胞から全ゲノム配列を決定する技術が今開発されています。だからですから1個の細胞を使ってもう全ての遺伝病が分かると。ですから実はあのこういうこの、まあ、まあ着床させるのは何個着床させるかって、まあ、これはあの産婦人学会で2個とか3個とか4個とか決まってると思うんですけど、一番いいあの受精卵を、まあ、子宮に戻すということを今やる可能性がありますね。で
ちょっと映画の話から先にします。ガタカという映画があります。1997年のアンデル・ニコル監督の、これはイーサン・ホークが主役なんですけど、これジュード・ローとイマ・サーマンですかね、が脇を固めてます。これはですね、あの宇宙局、ガタカという宇宙局があってですね、宇宙飛行士になるには遺伝子を書き換えた人じゃないと宇宙飛行士になれないと。正常に生まれた人はあの不適正者というんですね、自然出産の不適正者で、自然に生まれた人はあの宇宙飛行士になれないんです。でイーサン・ホークは実は自然出生で不適正者なんですね。で DNA、 あのこのジュード・ローが適正者なんですけど、彼の DNA、 あの血液を使って全部いろんなところをパスして、最終的にはあの宇宙飛行士になると、まあ、その間 の、 あのいろんなその宇宙飛行士になる能力は全然劣らないわけですね、まあ、そういう話です。まあ、近未来の話なんですけど、実はですね、もう一昨年2015年になりますかね、中国の、まあ、中山大学ですかね、この先ほど言った受精卵ありますよね、受精卵の DNA を書き換えちゃったんです。書き換えると新しい人が生まれるわけですね。まあ、そういうことを技術として今開発していると。まあ、この、まあ、とんでもないことということで、即ですね、会議開かれて、まずそういうことは禁止しようと。実際に、まあ、研究としてはしょうがないけど、実際に使うのは禁止しようということにもすぐなりました。ただし、いろんな意見がやっぱり出ていてですね、病気の遺伝子は治しちゃってもいいんじゃないかとか、で病気の遺伝子を持ってたらそれを書き換えて治してやってもいいんじゃないかと、まあ、そういう話はもう出ています。まあ、おそらく病気のことからみんな病気だとなかなか抵抗できないこともありますので、ああしょうがないかな、病気だったらとか思うわけですよね。まあ、ところが、まあ、こういうケースもあります。これ非常に古い話です。93年の論文なんです。これはあの PNAS という、まあ、超一流誌です。ここにですね、このエルスロポイチンのエルスロポイチンレセプターの遺伝子異常がを持っている人の症例が示されています。でこの人はヘモグロビンの値が非常に高いんですね。でこの人はですね、クロスカントリースキーで3個のオリンピック金メダル、2個の銀メダル、2個の銅メダルを取ってるんですね。で2回のワールドチャンピオンになってると、まあ、とんでもないですよね。でこの遺伝子異常はエルスロポイチンを分解できません。そうするとですね、ドーピングでエポって皆さん聞いたことありますよね。要するにエポを打ってるのと一緒なんです。エポのドーピングと一緒なんです。ですから耐久力が非常に強いですね。で彼はイーロン・マンチランタというフィンランドの英雄です。でそうするとですね、待てよということになるんですね。じゃあアスリートを作って、そういう遺伝子異常を起こしてアスリートを作れば金メダル取れるじゃんと。それをスーパーヒューマンアスリートというんですけど、これ今ドーピングっていろいろ言いますけど、これを遺伝子ドーピングと言ってます。本当にそういうことをやるかどうかはまだわからないですけど、一応そういうことが議論されています。遺伝子を生まれた時から書き換えられてたらわからないですよね。というのもですね、ここにいる皆さんですね、もうみんなと持ってるんですけど、50から80の遺伝病の異常を持ってます。変異があります。これみんな持ってるんです。いろんな遺伝子異常を持ってます。ただ染色体2本とも異常になったら病気になるんですけど、1本では病気にならないんですね。ですけど50から80ぐらいみんな持ってるんですね。それでキプロス、地中海にあるキプロス、これキプロス正教ですね。まあ正教っていうのはその国の、例えば日本にあったら日本正教になるんですけど、これ中絶は認められていません。でキプロスで非常にこのサラセミア、ベータサラセミアというのが多くて、この病気で非常もうとんでもなく医療費がかかってたんですね。キャリアが7人に1人いたと。そうキプロスはどうしたかというと、やっぱりこの結婚する前に遺伝子診断すると。そして2人ともこのキャリア持ってたら、結婚、あなたたち結婚ちょっとやめなさいよと言うんですね。で論文に書いてあったんですけど、大体そう2人が言われると
なんか燃え上がって結婚するそうです。で、まあ、その後妊娠して、その時に出生前診断を必ず行うと。そしてもしサラセミアの診断がつくと、これはまあ中絶になると。まあ、本来認められてないんですけども、国の方針で中絶になっているということで、もう現在ではほとんどもうベータサラセミアがなくなった。キャリアもほとんどいない状況になっているそうです。まあ、中国でもそれを真似をしようとしている。まあ、中国のある地区ですけどね、真似をしようと。最後の話題を簡単に。まあ、皆さんやっぱり健康で長生きしたいと。まあ、ちょっと古い人たちですけど、銀さん。これ、こっちが銀さんなんですね。銀さん。で、銀さんの子供たちのはすごい元気なんです。ちょっと今一番長女の方はちょっと元気ないのかもしれないですけど、4人がいつも一緒になんかいろんなイベントに参加されてるぐらい非常に元気な方で、もう94歳、まあ、この時点で96歳ぐらいじゃないですか、ね、今平均4人が。で、じゃあ遺伝だろうって言ったら、やっぱりこの方々も銀さんと同じ食事をしてずっと育ってきたわけですね。で、やっぱり難しいんですよ、遺伝と環境、どちらもおそらく重要なんですよ。親子で遺伝するのは遺伝子だけではないんですね。先ほどの近視の話もそうだし、絶対音感の話もそうでしたけど、やっぱり同じものを食べてますね。で、環境要因というのも非常に大事だということですね。で、人の寿命というのが計算されてます。まあ、クロマニオンの時代は18歳だと。古代エジプトが25歳、まあ、この辺だと実は結構正確にいろんなことでなんですけど、で1900年のアメリカ合衆国48歳で、2002年になりますと78歳ととんでもなく上がってますよね。で、遺伝子は全く変わってません。遺伝子は変わってないけど寿命はすごい上がってると。もちろん公衆衛生の向上とか、まあ、新生児死亡率が下がったとか、もちろん医学的にはいろんな説明するんですけど、まあ、遺伝子ではないということですね。で、まあ、最後にちょっと面白いネズミを紹介したいと思います。まあ、このネズミが可愛いと思うのはちょっと感性がどうかと思うんですけど、これまあ、可愛いと思う人いる、たくさんいるんです。これは裸デバネズミと言います。裸で出っ歯のネズミと、ちょっともうちょっといいネーミングなかったのかと思うんですけど、英語ではネイキッドモールラットと言います。ネイキッドは分かりますね。裸モールというのはこれ、ね、まあ、地下に潜ってモグラみたいな生活をしているんで、ね、モールと言います。まあ、まだ英語はちょっといいですね。裸デバネズミはちょっとないと思うんですけど、これは2011年に全ゲノム配列決定されてます。で、まあ、このネズミですね、特徴がですね、まあ、小さいネズミです。エチオピアとかソマリアの地下にいます。そして一つの特徴はこう新社会性を持ってるんですね。だから女王様がいて、まあ、ミツバチと一緒です。女王様がいて、まあ、これ王様と言いますけど、これはパートナー、こちらで交配して子供を作るんですね。兵士がいます。そして労働者、まあ、いろんな餌を取ってきたりとか穴を掘ったりする兵士だって、こんな強くないんですよ。これは蛇が襲うんですね。蛇が穴に入ってくると。で、この兵士は何をやるかというと、要するに穴を塞ぐわけです。で、蛇は当然何か加えて持ってきますよね、どれかを。まあ、そういう犠牲になってその穴を守るというか、女王様を守るという兵士です。で、このネズミのもう一つの特徴、このネズミの特徴はすごいんです。通常のネズミの10倍も長生きします。これ30年以上長生きするんです。通常のネズミが2年とか3年ですから、30年以上です。がんにかかりません。まあ、ネズミの10倍以上って、人だったら800歳はできるんですからね。まあ、ちょっとヨーダかという感じですけど、がんにかからないんです。で、その特徴は野生種でがんは見つかってません。かつですね、放射線とか化学発がん実験でがんも生じてません。誰もがんを作った人いません、まだこのネズミには。まあ、この大量のヒアルロン酸分泌、まあ、これが関係するか分からないですけど、まあ、こういう報告があります。で、長寿としてですね、非常に血管がきれいなんですね。そして低酸素刺激でも反応しない。まあ、酸素下がってももう全然何も一時反応したら良くないんじゃないですかね。で、変温動物です。まあ、地下にいるためにあんまり温度の変化がないし、要するに
温度を保つためのエネルギーを使ってないんですね。だから変温動物、まあ哺乳類で変温動物っても変ですけど、変温動物で痛みを感じないと言われてますけど、まあ、これは分かんないことですけど、サブスタンス P という、まあ、痛みを感じる物質がないんですね。まあ、こういうことで研究者このネズミにかなり注目してます。ここにやっぱり長寿とかがんにならない秘密があるんじゃないかということで、全ゲノム配列も決定されてますけどまだ分かってません。なかなか難しいもので、なんでこんな長生きなのかが単純なネズミなんですけど分かってません。まあ、今後期待してください。で、今日の話はですね、遺伝子で決まることはそんなに多くないって、実際に生活習慣の方がずっと大事なんですね。あまり遺伝のことを考えない方がいいと。で、ゲノムは生命の設計図というふうに言うんですけど、これもそうですよね。どうでも、人間の場合どうでもなると、あんまり遺伝子のことは考えなくていいんじゃないかと、そういう話です。以上、どうも今日はご清聴ありがとうございました。